癒したい大将の吉田優也と癒したい大佐の加藤と二等兵の秋吉です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この子覚えてますかね、前ね何回か 1,2 回ぐらい出てくれましたよね、僕たちの動画に。そうですね、確かラーラちゃんです。ラーラちゃん、さあ、今日も来てくれましたよ。はい、今日の検証はですね、はい、それぞれ1体ずつ抱っこをして、はいはい、どのくらい反応が違うか、3体がせっかくなんでやりましょう。なんかね、個体差というか性格それぞれあると思うんで、なんか面白い反応が見られそうです。なんか僕たちラーラのことあんま分かんないじゃないですか。そうですね、どんな反応するのか楽しみですね。それではやっていきたいと思います。ラーラーお前なんか黒いんだな。ラーラちゃん顔が黒いんだな。いや、ラーラーの目の方が可愛いな。あ、一緒です。あ、一緒の目だね。おおお、アキさん早速ダックしてくれて。おお、なんでしょうか。なんかダックしてほしいって感じですよね。ほらほら、これでほらちょっと焼き目ちゃんか見てみましょうよ。ほら、おお、可愛いラーラ。あれ、あ、見てるほら、お、お、ちょっとしょんぼりしてない顔。しょんぼりしてる。ちょ、え、ほら、寄ってきてる、ほら、え、ほら、ほら、ほら、うらやましがってる。ほら、めっちゃ、あ、なんか見てるよ。うらやましがってる。なんか、ちょっと顔がめっちゃ見てる。ポポも見てる。めっちゃ見てる。お、ポポも来た、ポポも来た、ポポも来た。ほら、ほら、ほら、いじりかしてる。もうラーラだけ抱っこしてもらってずるいって。ほら、めちゃくちゃ、何、え、し、なんかすごくない。めっちゃ嫉妬っぽくなってる。ここからちょっとこっから映してよ。あ、気押ししてんね。ほら、ほんとだ、めっちゃ見てる。めっちゃ見てる。ほ、ほら、諦めず来て、来てる。諦めずまだ足元に寄ってくる。抱っこしてって。あら、あら、ほら、抱っこしろ状態になった。でもやらない。あ、やるんかい。いや、僕やってあげますよ。でもポッポだけがじゃあ気持ち焼けますよ。かわいそう。お兄ちゃん、はい、こっち来て。こっちこうやってさ、ほら見せびらかそうな感じ。ほらほら、見ろよポッポ。ほら、ちょっとラーラーはってこと、ね、二人とも寝そうです。寝ちゃう。ちょっとポッラーラーはね、抱っこされてて、君だけが抱っこされていないんだよ。目からビーム出んじゃない、そろそろ。なんすか、カッコ。めっちゃ見てくるけど、でも見ろ見ろポッポー。ほら、ポッポー驚いてる。驚いてる。見ろ見ろポッポー、見ろ見ろポッポー。もう見えねえ、もうポッポの顔がもう驚いてますよ。あ、諦めた。離れてってるよ。おー、焼き餅焼いてる。焼き餅焼いてる。ほら、俺もやれって。動きが激しい。じゃ逆に今度はラーラ。ラーラ放置。おお、めちゃめちゃ動いてる。動いてる。ラーラを放置しましょう。ああ、ポッポ、お前は可愛いやつだな。ほら、逆に。人参だ。可愛いやつだな、ポッポ。ラーラもこれで焼き餅焼くのかな。まあ、ラーラ一応女性っていう設定ですからね。なるほど。ん？何か話してますよ。だから話してるけど、なんか喋ってんな。なんだよポッポ。おお、すごい。なんだなんだなんだ。やば。分かった。抱っこしろって抗議してる。普段やばい。やっぱりさ、ほら一人っ子だから野球じゃいちゃんだな。性格出ますねこれね。ね、ポッポよりもすごく反応してる、ね。いや、ラーラすごかった今。そうだった。なあ、チッチどうだ、見ろ、お前が今度は一人ぼっちだぞ。うわー、悔しいだろ。一人ぼっちだぞ。一人ぼっちだぞ。どうだ、チッチ。よしよし。ほらー。チッチも泣いてる。おっほー。ピューピュー言ってる。夏場は暑いな、逆にな。冷たくなんないの、夏場。おっほー。ほら、ラーラ。おぉ。ラーラ、あったかいな。ね、頑張ってめっちゃあったかいな。どうだチッチ、どうした。チッチも困ってるな。どうしたらいいんだろう。いいな、二人ともは。
あ、お。おー、ラーラと同じ動き。チッチもそれやるのか。ラーラの方がすごい激しい。ラーラの方が激しい。うん、チッチはこれだけだ。あ、寂しいからしちゃった。あ、ポーズ取った。もう悲しんでる、もう。意外とチッチの方が寂しがり屋なのか。確かに。え、すげえ顔してる。何これ。すごいなんか悲しそうな顔してる。なんか何この顔、初めて見た。どうしたんだよ、チッチー。あ、治った治った。だから、要するに この順かな。ポッポはどうなんだろうな。ラーラ、チッチ、ポッポの順番で激しかった。そうだね、うん、確かに。ラーラが一番すごかったな。ラーラが一番感情表現豊かだった。すごかったよ、動きが。これが、これぞ答えたんですね。ピューピューピュー。ということで、はい、本日の検証はですね、はい、それぞれね、はい、抱っこしたらどのくらい気持ちを焼くのかやりましたけども、はい、1、2、3位でいいですか。そうですね、ですね。なんかラーラ本当すごい、ね、ラーラが一番こう動きが激しい。そう、うだから目はなんか違うけど、なんか体がね、うわーって動いてた。じゃあ怒りっぽく話し、泣きやすくて、うん、やっぱりラボと性格がありますよ。確かに、チッチがなんか意外と悲しげな感じしてましたからね。はい、ね、もっと早かったらくださいね。はい、はい、では本日のね、動画は以上となります。はい、チャンネル登録と高評価とグッドボタンお待ちしておりますので、ぜひ皆様、この動画を見た方、いいねを押してください。それではまた次回、またねー。バイバーイ。バイバイ。